はい。はい。本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。ならなんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません若。私も先ほど知らされたもので。そうか。ま、あとは何が起きるか見ものだな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ跡目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に跡目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし跡目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。カムロ町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。え、
親父のおかげでカムロ町から東条会が追い出され、三景作戦の成功が世に広まり、俺の顔も立った。でも東条会が消えたそのどさくさに、自分は自分で近江を引き入れて、一躍東条会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかったつくづく権力ってのは魔物だよな親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること？親父が渡瀬に会い、挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ、うん、俺の立場はもはや三景作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は、裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では、相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ？俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思うということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、いつお戻りやったんですか？今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか？はっ、仇は知らんでええこっちゃ。油売っとらんとちゃっちゃと仕事せ。いてまうぞこれ。いや、やめてくださいよ。天道さんのパンチはシャレにならないっすわ。なんやと？なんでもありまへん。仕事ありますんで。ほなまた。おっと、ボーイさん、これおかわりな。あ、私も。よう、一番。スマホずっと見てたって、ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで。ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だあ、もう、うるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ？トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？おい、
ああ、なんだ。いつからの電話待ちってのが落ち着かねえ。あいついつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ、渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ、こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ小獣とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん？ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした？ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気持ち知らねえで。はい、一番、写真見てくれたかい？レアなんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、わかったから。え、どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日くらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でもワイ、とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、そうりね。でもそんなに怒って What happened? じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズガよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え、こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それにもし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん。そうだな、よし行っちゃうか。